こんにちは、まのっちです。今日は皆さんに謝らなきゃいけないことがあります。まずはこちらをご覧ください。終わりという形にしたい。見ま降板ルーキーの森原、これが9試合目の登板。さあいよいよ最終回、この回ですね。はい、ルーキーズ企画をやる上で各球団からルーキーを抜かなきゃいけないにもかかわらず抜かなかった男がいるんですよ。ごめんなさい、本当にごめん、本当にごめんこれはマジのやつですね。ごめんなさい、本当にごめんなさい。で、動画自体は3本撮ってるし、この動画もシャープ4としてアップしてるんですけども、シャープ3までで4月の中旬までしかね進めてなかったんで、これはもうやり直した方がいいなと。このまま進めてっても、ちょこちょこ2人出てくるとかがあるんで、同じ選手がそれは気持ち悪いんで、シャープ4としてねこれアップしてますけど、やり直しました。はい。で、ルーキーズの企画メンバー自体は変わってないです。で、各球団からルーキーがきちんと抜けた状態になってる状態です。はい。ただ、動画3本分の成績がなくなってます。あんまりねごめんごめん言いたくも言ってても変な感じになるんで、ラスト本当にごめんなさい。よし、やっていこう。今日西武戦撮っていきますさっき楽天戦撮ってる動画がアップされた、っていうか見てもらったと思うんですけども、日程表をねきちんと確認したところ、ここで西武戦を取らないと交流戦前に、西武戦取れないですよ。なんで、今回西武戦です。よし、やっていきましょう。今日はピッチャー今井君いきます。リクエストで一番多かったのが、昨日の動画ですね。で、多かったのが、阪神の小野選手が多かったんですけども、今井君でいきます今井君でいきます。はい、よし。ちょっと、そう石垣君のホームランとかも消えちゃってるんですよね。で、コメントだったんですけど、石垣君も、俺ずっと外野で出してるじゃない。実際のプロの方だと、ショートでしか出てないみたいですね。そういうコメントいただきました。まあ、うちそもそも外野が少ないんで、多分外野で出続けることになると思います。ショートが溢れ返ってるしね。で、ちょっと石井君の調子がねノリノリ状態でいいんですけども、リクエストであった、吉川君、源田君、京田君、まあ、この3人を並べて足早い3人を、1、2、3番に置いてほしいというコメントがあったんですけど、それをやっていきたいと思います。打順だな、弱。ミート力高い順に並べるか、シンプルに。で、今日キャッチャー石原君いきます。糸原君9番で、こんなもんかな。松尾くんってファーストとかできない？できないね。こんな感じでいきます。まあ、ちょっと不安なのがね、スタミナが E しかないっていうところなんですよね。まあ、ちょっとそこが不安ではあるんですけども。ユニフォーム似てるな、これにしては全く区別つかねえな。これでいけるか、こっちの方がいいか、こっち行きますか。よし、やっていこう。ですね、こういうコメントをいただきました。友達の家でイヤホンつけずに見てたから、1回目のプレーボールで驚かれて2回目で引かれたというコメントがあったんですけど、いただいたんですけども、俺の動画のコメントにちょくちょくつくのが、マノッチの動画はイヤホンつけた方がいい的なコメントがよく来るんですよ。そうかい、そんなになんか俺の動画って恥ずかしいかい全然恥ずかしいことないよ。プレイボー、今日はねちゃんと1回だけだから、昨日2回言ってたみたいな。さ、あー取れないね。よし、立ち上がり踏ん張りましょう。先制のピンチを迎えます。
ランナー一人を置いて迎えるバッターは浅野。打ちました。うーわー、もう取られた。もう取られたぞ。ちょっと待てよ、しっかりと踏ん張っかんな。バッターは4番中村。次が4球目、投げました。低め外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。第4球は今井君大丈夫だかんな、大丈夫だかんな、どうにかしちゃっかんな。ここは思い切って高めだ。第4球を投げた。空振り三振。ボール球で仕留めました。内角だ。どの先。第4球はオッケー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 、1点で済んだぞ。おい、スタミナ半分近く使ったな。1回の裏、大丈夫、結果的に1点だ。トップバッターは源田。投げた、打ちました。セカンド右抜けるか。今日はあれですね、足を思いっきり絡ませたいですね。どうにかこの 1,2,3 番ガンガン出塁させてさ、ここはうまい守備に阻まれました。なんかこう失敗を恐れずに走る感じでいきたいですね。あっと、セーフティーバントだ。取った、ピッチャーから一塁送球。よし、でここで走るのよ、ここの勇気。ランナースタート、これはストライク、キャッチャー二塁へ送球。タッチしてアウト。いい、気にしなくていい、気にしなくていい。1回が2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは木村、流し打ち、どうだ、クリーンヒット、打球が転がっている。ボールはセカンドへ。木村、いいバッティングを見せました。さあ、このピンチで迎えるバッターは炭谷。投げた、初球を送ってきました。ファースト取った、ベースカバーに入る。いいよ吉川取ってアウト。高め、三塁に進みました。ルーキーなおもピンチだ。切れて、おっしゃ、危ねえ。投げた、打ちました。よし、でレベルの高いボール球行こう。ランナーは三塁、変わりません。投げました、パスボール。なんてこったい。ボール球で行こう。投げました、146キロ直球、空振り三振。このまま行くと今井くん3回しか持たないぞ。ルーキー攻撃に入ります。トップバッターは森山。第4球は流し打ち。よしよしよし、なんとかこのイニングで1点取りましょうや。森山1塁回って2塁へ。ちょっと点の取り合い的なこともやってみたいよね。うちの攻撃力じゃ難しいのかもしれないけども、やってみたい。ライオンズ、ここがバントシュートを敷きます。打った、左中間へ持っていきました。いいよいいよいいよ、あるよ、今日点の取り合いあるよ。川田君が左 FG ちょっと見えねえや。うちね、左バッター多いからね。第5球投げました、打ちました。センターラッチアップ無理かい、無理か。掴みました、これでワンアウト、ランナーは2塁、変わりません。右バッターボックスは7番石垣。センター返し。さあ、対決に集中します。次が5球目、投げました、あっと引っ掛けた、当たり損ない、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁、変わりません。第4球を投げました、見逃す。あー、どんまい。ちょっとね、個人的になんですけども、この石原君には期待してるんですよ。この企画をやる上で、俺のペナントって、広島の石原さんがやたらと打つから、まあ、名前が一緒ってとこぐらいなんですけど、ちょっと今井君きついですね。メヒア、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。いや、このイニングは何とか頑張ってもらいますよ。第6球を投げた、ストライク。よし、さあ、このピンチで迎えるバッターはどの先。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。 OK、お疲れ様。レフトへの打球掴んで、いや、でも、もうちょい投げてほしいな。今、ワンアウト一塁二塁のピン。ルーキー、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは見逃す三振。第9投げた、いきなりセーフティーバント、ボールを取る、一塁送球、記録は、俺はここね、ちょっとね、読んだんだ、高め来るから。第4球を投げた、低い、かい、吉川、いけ。第2球、ランナースタートを切った、2塁送球はどうだ、よし、一発勝負、たまってろ、オッケー、来た。さあ、ここは監督の手腕の見せ場、いけない。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、セカンド左抜けるか、どんまい、スリーアウトチェンジ。しょうがない、しょうがない、
追いつきたかったけどな。東京ドームからお送りしております。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは木村。いや替えだろ替えだろ。ロングリリーフで生きる人いるかい。黒木くん書いちゃったら抑えがいなくなるんだよね。小林選手できるか。スタミナ的には黒木くんなんだけど、有吉選手かな。有吉くんかな。ルーキーピッチャーを交代します。今井第5球投げました。打った。頑張って。吉川ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウトランナーありません。バッターは9。よし。空振り三振。打順をトップに帰って秋山、今日はファーストゴロと打ちました。いいよ。一塁間への当たり。佐野取った。危ないよ。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対。4回の裏1点を追いかけます。ルーキー攻撃に入ります。空振り三振。先頭バッター三振に取りました。バッターは5番田中。これが2度目の第6球を投げました。打ったよ。しないバッチ。クリーンヒット。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ。おそらくこの守備のどっかで向こうは一発勝負を使う羽目になるだろう。ランナー1人を置いて迎えるバッターは佐野。ルーキー1打同点のチャンス。打った。1、2塁のゴロ。抜けろ。オッケーオッケー。低めボール球打った。ショートゴロゲッツーになる。走れ二塁フォースか。いやー取りたかったな。同点のチャン。ライオンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは渡辺。投げました。打ちました。なんとか3イニングぐらい。おっとっとっとどんまいどんまい。セカンドのエラーが記録されます。バッターは3番浅村。あバントはないな。3本としています。速球。いいようなピッチ。一発勝負が怖すぎるだろ向こうの。投げました。打ちました。フラフラッと上がった。セカンドが落下点に入りました。ちょっとね今の流れからさ、ランナーは一塁変わりません。攻撃で使われるのはきついな。打った。左中間のフライ。センター前進。取ってこれで3アウトチェンジ。ちょっとね追加点取られたらきつい。5回の裏1点を追いかけ。うちの方がヒット打ってんだぞ。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは石原。投げた。打ちました。中村ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは9番糸原。次は5球目。打った。当たり損ない。中村掴んだ。アウト。これで2アウトランナーありません。バッターはトップに帰って源田。打った。痛烈な落ちねえか。取りました。これで3アウト。ルーキー有吉くん。ああ無理だ。持たんかったか。あとでもなんやかんや6回まで来たから土肥くん行きますか。ルーキーピッチャー交代です。投げた。ストレート外れた。フォアボール。いきなり歩かせてしまいました。バッターはうわバントか。ここで送ってきました。ファースト取って。吉川取ってアウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。打ちました。ピッチャー返し。うまい。セカンドから一塁送球。素晴らしい。助かった。木村いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。ルーキーなおもピンチが続きます。あやべえ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 。ワンバウンドヒットになった。ライオンズ1点入り。厳しい。3対1。なんとか流れこっちに持ってきたいな。ルーキーなおもピンチが続く。打順は1番に帰って秋山第4球を。外のボール泳いだ。糸原交代。落下点に入りました。取ってアウト。3アウトチェンジ。6回の表田畑交番。右のオールーキー。この回は2番からの交代陣。先頭バッターは指名打者京田。今日はサードゴロと三振。打った流し打ち。よしどうすっかな。大事にいかないとな。バッターは3番吉川。エンドランとか行ってみますか。強打スタート。打ちました。ヒットエンドラン。素晴らしい。一塁ランナー二塁を回った。レフトからサード。完璧だ。鮮やかなヒットエンドラン。さあチャンスを広げています。これさ
吉川くん、二塁に行きたいんだよな、行かせたいんだよな、それからの一発勝負使いたいんだけど、もうここあれですね、監督プレーならではの一発勝負の一発勝負ですね。向こうが来る可能性があるんだよな。一発勝負使おう、内側使おう。さあここで何かを仕掛けてくれ、痛い。第3球を投げた、よし入っちゃえ、オッケー、全然いい、ナイスホームラン、ホームラン、今シーズン第2号、逆転、素晴らしいよ、レフトスタンドに叩き込んだ、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。バッターは5番田中、投げた、打ちました、抜けろ、ボールを掴んだ、一塁送球アウト。あとは向こうの一発勝負をこっちの攻撃時に使わせて、めっちゃ指示はまるな、投げた、打ちました、抜けた、いい感じだ、佐野、いいバッティングを見せます。バッターは7番石垣、今日はショートゴロとショートへの偏差だ、よし行ったか、どうだ、入るか、ヒット、バッターランナーはいいぞ、いい感じだ、指示ハマったのにそれかい。お送りしております。ルーキー。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは渡辺。今日はここまで3打数1安打1三振。ルーキーピッチャーを変えてきました。投げました。見逃しの三振。右バッターボックス3番浅野。通算100号本塁打。これね、一発来ると思うんだ多分ね。アウトから同点のランナーが出ました。右バッターボックスは4番中村。さあここで何を仕掛けてくるでしょうか。万能な盗塁警戒でどうなるかだ。3球目通用しねえわいや点の取り合いにはなってんな。ナイスホームラン。こっからですよ、こっから第4球は打たれなきゃいい。打った、源田取った、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の栗山、次は5球目、投げました、ストレート、見逃し三振。7回の表が終わった、大石降板、左7回の裏、ルーキーラッキーセブンの攻撃、先頭バッターは糸原、今日は三振と、よし、先頭バッターしっかりと見極めました。第9投げました、あーっとショーフライ、いやー本当にバント成功率どうにかしてほしい。リバントは失敗に終わりました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第3球は打ちました、1、2、よし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 、ボールは中継、強打、いいバッティング。さあ監督、ここで何か、えっと、投げました、打った、ヒットになります。吉川ナイスバッティングです。ルーキーなおもチャンスが続いています。ワンアウト満塁、さあ集中してこの対戦に挑みます。ハマれ、投げました、打ちました、引っ掛けた、当たり損ねのセカンドゴロ、セーブ、よっしゃ打ちだ、よし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 、ルーキーゲームを振り出しに戻しました、5対5、フルスイング。投げた。ああ惜しいな。惜しいな。7回までが終了しまして。めっちゃヒット打ってんだうちな。ピンチヒッター山川。山川くん出てなかったのか。ってかやべピッチャー足りねえ。ピッチャー足りねえ。マジで黒木くんあと何イニングか投げてもらおう。あ一応リリーフ適正ついてんだ。いざとなったら出そう。ルーキーピッチャーを次は5球目、あっと
ちょっとここね3人で終わらせられたらちょっと9回俺あるよ、あると思ってるよマジに。これでワンアウト、3人でビシャッとね。投げた変化球、はいなピッチ。バッターは9番住谷、今日4度目のバッターボックス。投げた打ちました、ショートバウンドボールを取った。よし吉川うまくさばいています。スリーアウト、次誰から、佐野くんか。ガルセス降板、8回の裏ルーキー攻撃に入ります。この回のセンターバッターは今日2安打もしてんのが、ちなみに代打誰いる。ファーストできる人がいない、ファーストできる人がいないな。ちょっとね松尾くんに個人的にちょっと期待してて、ちょっとどっから代打出しましょう。ここはね待て、第5球投げた、完璧だ、冴えてる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 。フォアボールで出塁します。行こう、代打は松尾、プロ入り初打席を迎えます。第5球投げた、変化球、空振り三振、バッターは8番石原。次は4球目、投げました、打った、いいよいいよいいよ、竹熊ボールを取る、一塁送球アウト、ルーキー勝ち越しのチャンスを迎えます。さあちょっと待ってよ、チャンス D か、大体みんなチャンス D なんだよな。いや糸原くんでいきましょう、俺の推し面で。投げました、絶対痛烈な当たり、センター下がった、掴んでこれで3塁になります。2塁までランナーを押す、レフト鈴木くん。さあここは守備を変えてくるようです。これさあ黒木くん出したらまずくないか、まずくない、ルーキーピッチャー交代、多分な。第5球投げました、打ったピッチャーの頭上、フラフラっと上がっている黒木、余裕があります。マウンド前方掴みました、これでワンアウトランナーはありません。低めの球見逃し三振、第5球投げました、打ちました、吉川交代、取ってこれ、よしさよならと行こうか、さよならと行こうか。上位打線を竹熊降板、ルーキーこの回は打順よく左打者 F、 トップバッターは源田、ルーキーここは何としても塁に出たいところ、待てすればよかったな。投げました、打ちました、1、2塁間の当たりアウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは指名打者強打、投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンター取りました、これで2アウトランナーありません。左バッターボックスは3番吉川、今日はヒットが3本、ヒット3本だって。第5球当たってんね、投げた、流し打ち、よし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 、ボールが転がる、一発勝負迷いますね一発勝負迷いますけども、すいませんこれはちょっとね、ここまで使いません。森山一打さよならの場面を迎えています。ここで指示はめるからこその監督プレーだろうが、指示ははまったけどな。それで3アウト、9回の裏ゲームは延長10回に入ります。この回のトップバッターは中村、今日2打点を打ちました、三遊間のゴロ、今日この裏の攻撃の1人目に一発勝負使います。まあその結果サヨナラホームランになっても知らない。クリアは第5球投げた、打ちました、いい当たり、入るか入るか、ライトバック、危ない、危ない、少しのランナーライオンズ、第2右バッターボックスは7番山川、今日2度目のバッターボックス、外れた、キャッチャー2塁送球、間に合うか、全力疾走ですが及びません。10回の表野上降板、延長10回の裏ルーキー、さあ監督は勝利、チャンスを作れ、第3球は
よし、ボールはライナーです。理想系ですね。ワンバウンドヒットになり、ボールが点々と転がっている。田中ツーベース。今日これで5打数3安打。今日2本のヒットを放っている佐野。ライオンズ、ここはバントシフトを敷きます。あーっとキャッチャー、よっしゃい、外野まで飛んできたな。取りました。これでワンアウト、ランナーは三塁、変わりません。スクイズはしねえかな。投球これから4球目。直球外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。さあサヨナラの場面にバッター、石原。今日はここやっぱり石原さんって打つよねっていうところですよ。第3球を投げた、打ちました。ショート左へのライナー、これで2アウト、ランナーは1塁3塁、変わりません。さあ5球目、打った、レフト前進、取って、落ちない。いやー、どっかでスクイズしてもよかったな。ランナーは7番山川。ごめん、もう1イニングいってくれ、もう1イニングいってくれ。第5球投げました、外れてフォアボール。フォアボールでノーライン。バッターは8番木村。ルーキー、ここはバントシフトを敷きます。エンドランジュースばっかりだべや。ショーフライになった、掴みました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは1塁、変わりません。第6球を1塁ランナー出た、三振、タッチは、いやー、よくやってくれました黒木君、素晴らしいです、お疲れ様でした。11回シュリッター、降板、マウンド、こうなルーキー、この回1番からの高打順になります。トップバッターの源田、ルーキー、ここは何が何でも出塁、おっとセーフティーバントだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーありません。バッターは指名打者強打、今日はここまで5打数2安打、打ちました、落ちろ、左中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番吉川、今日はヒットが4本、ヒット4本ですよ。第4球を、何やってもハマる日だね。投げました、インコース引っ張った、いや本当に今日はそういう日ですね。バッターランナー一塁、原発決定二塁へ、吉川ツーベースヒット、ルーキーサヨナラのチャンスを迎えます。ここまで2安打の森山、第5球投げました、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。得点圏にライオンズ、答え第6球を投げました、フォーク、うわーいいよナッチ。バッターは2番渡辺、今日はここまで5打数1安打、3三振、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番浅村、通算ヒット、 OK ナッチ、スライダー空振り三振、森原、これはもうね一発勝負使います、どんな場面だろうが。高橋光の降板、延長12回の裏、ルーキー攻撃に入ります。先頭バッターは田中、ルーキー、ここは何としても塁に出ないところ。次が6球目、投げました、ストライク、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。第5球投げた、打った、渡辺掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番鈴木、まず塁でいましょう。さあ試合の行方を左右、できない、ここで勝負に出ます。投げた、打った、痛烈な当たり、そして打ってないっていうね、引き分けか。いやまあ引き分けによく持っていったぐらいな感じかな。東京ドームからお伝えしました。うん、吉川君すごかったですね今日ね。コメントいくつか読んでいきましょう。そっか、俺昨日行ってこい間違えたのか日ハム側で言ってたのか。お、石原捕手使ってください、今日使いました。
星くん先発お願いします。星くんあれだもんね、現実だと先発だもんね。俺が、ヤクルトの時はリリーフで使って新人を取らせたんだもんね。確かねリリーフピッチャーとして使ってたんだけど先発だもんね。なんかリリーフのイメージがあるな、その実際俺がそれで長いこと使ってたせいで。あ、大谷は31日ですね。あ、そっか、俺30日って間違えてたのか。ってことはこの動画がアップされる日に大谷選手が、登板してるのか。これが、5時にアップされるからどうなるでしょうね。まあ怪我というか体の調子はどうなんでしょうかね彼は。はい、ということで終わりましょうか。まあ、動画冒頭でもね、ごめんなさいはしたんですけども、まあ、そこは本当にごめんなさい、反省してます。こう見えてこう見えて反省してます。あんまね、こう暗くするのは違うと思ってるからさ、ごめんね。はい、ということで、終わろうかな。明日頑張っていきましょう。そんじゃ、終わります。バイバイ。